安倍晋三、尋問します。よく聞いて答えなさい。正直に。お前は山上さんはじめ多くの信者人生を破壊してきた。お前は山上さんを正面から見ることができるか。僕ちゃん、山上さんにひどいことしてないもん。じゃあ、私が言ってあげよう。お前は自民党で権力を拡大するために統一教会の力を利用したかった。そのために統一教会の悪い評判を取り除きたかった。そのために統一教会の名前を変えてしまえばいいと思った。悪の下村文科省に名称変更の許可命じたな。教会の名前が変わり、教会は好きなように献金を続けたってわけだ。陳蔵、お前は統一教会の献金、犠牲になった山上さんの気持ち、わからないだろ。人生がめちゃくちゃに、そして家族がバラバラに。お前を倒した山上さん、そういう気の毒な被害者だ。安倍、お前のくだらない権力、出世欲の犠牲者だ。山上さん、そして多くの犠牲者、犯人はお前だ。そこまで分かっているとは。恐れ入りやした。刑務所でも地獄でもどこでも参りやす。